桑名市では2016年のジュニアサミットの開催をきっかけに、公立の学校給食で月に一度世界各国の料理が提供されるワールドランチの取り組みが行われています。ウクライナの首都の名前がついた伝統料理チキンキーウは、本来バターをチキンで包み衣をつけて揚げたり焼いたりして調理しますが、今回はチキンカツにバターソースをかけるアレンジが施されています。では合わせましょう。いただきます。戦火に揺れるウクライナ出身のダンサーが所属しているハッピードリームサーカスが現在市内で公演を行っている園で、今回初めて給食にウクライナ料理が登場したものです。初日の今日は桑名市立益成小学校をはじめ26の幼稚園と小学校で提供されました。美味しかったです。戦争早く終わってほしいな。バターが甘くて、なんか普通のチキン食べてるんじゃない感じがしました。毎週ぐらい作ってほしいぐらい美味しかったです。早く戦争が終わってほしいなっていうの思いと、早く戦争が終わってウクライナの人たちがこのチキンキューをみんなで笑って食べられるといいなって思いました。桑名市では今月、市内すべての公立の幼稚園と小中学校のワールドランチの給食でチキンキーウを提供することにしています。